はい、じゃあ今日はね、えっと、授業でもやりましたけど、もう一回現在完了形についてちょっと全々説明していこうと思います。わからなかった人のために。えまず、現在完了形っていうのは、時勢なんですけども、時勢っていうのは何かっていうと、まあ、時間のことをこう、英語では動詞の形を変えて、時間をこう、いつの時間の話だよってことを言うっていうのが時勢と言います。で、えっと、まず、 実際のことを考える時に本質っていうのをね大事にしてほしいなって思うんですけど本質っていうこれですね本質です。で現在官僚系の本質っていうのは過去から今に迫っっててくる感感覚ですよっていう感じですす。よ、え、じ、ー、この人間の絵を見てもらうとわかると思うんですけど、えー、過去のある時点から今にこうやって迫ってくる感覚だよっていう感じです。 で本質っていう話をするときに授業の中でも現在形の本質は何なのとか現在進行形の本質は何なのっていう話をしましたまず現在形の本質っていうのは過去現在未来のことを言う、えー、過去現在未来形が現在形だよっていうふうに言いましたねでさらに、えー、現在進行形は、えー、すぐに始めたりすぐにやめたりできる 系のこととを言言ううに使うよと言いましたで過去形はじゃあ何なのって話ですけど過去形っていうのは過去の出来事過去のイベントだよっていうような感じです。なので現在完了形と過去形の違いは過去形は単純に「何々がありました」「何々があった」「何々しました」みたいな感じのことを言うだけです。だから現在との感覚現在とはつながってないよただあったよってことを言いたいだけです。 現在完了形は過去に何かあったようその経験を今でも持ってるよ今でもそれがつながってるよっていう感覚です。うんとなのでハブプラス過去分子を使うんですね。 えっとなのでを have を使うんです。えっ、ー、と、うんとそれは have っていうこのまあこれ助動詞なんですけど、have っていう言葉のまあどうしったとしてもその感覚怖いイメージっていうのは何かっていうとその持っているっていうか内在しているとかそういうような意味なんですよ。なんかこういうまあ人が例えばおったらこの周り例えば車だったとしてもあ この人車を持っているよとか家だったとしてもハウスを持っているよとかそういう感じなんですけど、まあ、別にそれがその動詞になってるだけ「プレイド」っていう経験を持っている「プレイドサッカー」っていうのを持っているよそういう状態を持っているよとか「watch to the movie」 うん、その映画を見たっていうのを持ってるよっていう時に使ったりすそんな感じにななりますなので、えー、っと現在完了形っていうのは今この人が何かをしたことがあるとか、まあ、そういう状態ステータスってよく言われるんですけどこの人のステータスを表すよっていう時に使うんだよだからハブプラス過去分子なんだねっていうふうに思うと覚えやすいんじゃないかなと思います。 さらに言うとなんかこう経験とか完了とか継続とかいろいろと言われるんですけどもただそれはこういう福祉たちを使ったりすることに j u s, <S ジャストとかトゥワイスとかワンスとかこういう福祉を使うことによってこの今すたった今やったことだよだったらこうジャストだし今までのこの過去のどこかのこのある時生この矢印の中で 二回やったことがあるようだったら twice だし、なんか過去のある時点、このある時点から、これが例えば last year だとします。last year。last year っていう点から、これずっとやってるよっていう話だったら since last year だし、で、二日間とか三日間。これ f o r r この f o r r このイメージですね。f o r r for three days とか for three years とか for two days とかだったらこう4だしっていう感じで単純に別に現在形とかの always とか everyday とかのああいうのをこう福祉とか全知識でこう就職するのとそんなに変わらないんだねっていう風に思ってもらえるといいんじゃないかなと思いますはいでもただこの福祉たちは覚えないとどうしようもないもんで覚えましょうねって感じですまず already っていうのはこれもうっていう意味です なので、この矢印上で言うと、まあ、どこかでやったことがあれば、うん、やった、ね、これもう、just よりももうちょっと前じゃないと変なので、なんか、これ、already やったり、ここも別に、これ、ここにやったとしても、already やったりすると思いますけど、こういうの already、already もう終わってますよ、みたいな感じですね。で、えー、疑問文の時で経験があるかどうかを聞く時には、have you ever? Have you ever done that? っていうふうに聞きます。で、この中で、 この矢印上のこの人生の中で、一回もやったことがないときは、never を使います。否定文になりますけど、never になります。I've never done that みたいな感じになります。はい。で、もうやったことあるとかね、えー、もうやったのとか、そうやって聞くときには、yet を聞きます。ね。Have you, done that yet? Have you done that yet? って感じですね。もうやりましたかみたいな感じですね。えー、まだやってませんよっていうときには、 Have you done that?、Uh, haven't that haven't that done done yet. done yet. you I I というような感じになります。はい。で、えー、と現在完了形のこれらのと副詞とかね、覚えたら、えー、実際にね、この会話をしてみようというところで、えー、何回か練習しました。で、何の文法を勉強するときもそうなんですが、えー 会話をこう汎用性が高いものに変えて練習するといいよっていうのは何かこう変にこう難しい例文を勉強してもその例文使うのっていうことがあったりするもんでどんな言葉でも置き換えることができるよねっていうのが代名詞なんで代名詞を使うといいよねっていうところもあります。あと どんな動詞でも入ることができるよねっていうのが Do だもんでこの Do を使って練習するといいよねっていうところですねはいで現在完了形の場合はこの Do が Done になるもんで、えー、Done にして I have done っていうふうにしてやる勉強する、まあ、練習すると簡単に言えるしいいですよって感じですでその後に実際なんか、まあ、頭の中に例えば I have done it って言った時に まあこれ何かやったよっていうイメージだったり何かやったことがあるよっていうイメージだったりするんだけどその時に何かイメージしとくといいかもしれません例えば「I have done it」って言いながらえっ、ー、と映画を見たことがあるみたいなイメージをしとくね「I have done it、uh,」その映画見たことあるみたいなイメージをしながら「I have done it」「I have done it、uh,」「I have done it three times」「I have done it three times」っていうような感じでこう 何回も練習しますでその後に「I have watched the movie three times, I have watched the movie three times」とか「I have, I have never watched the movie」みたいな感じにこう変えて、えー、やっていくっていう感じですね。もともとのこの定型文みたいなところにこうやって最初覚えるときには形を覚えるために「段、えー」を使って練習するといいよねっていうところです。 はい。うん、という感じです。それでは、実際にどんな会話をしていたかというのを見ていきましょう。まずは、あ,あれ、もうやったっていう時には、こうやって聞きます。Have you, done that yet? Have you done that yet? です。で、えー、もうやったよっていう時は、I've already done it.I've already done it.I've already, it. already done it. ですね。次が、えー、Have you done it yet? もうあの同じことを指してるから、一と書いてますね。これ。Have you done it yet?Have you done it yet? で、まだやってないよって答えるときに、こんな言い方があります。No, not yet.No, not yet。はい、そんな感じです。で、まだやってませんよって、えー、っと言い方、もう一つこういう言い方があるね。I haven't done it yet.I haven't done it yet. I で、例えばこの文章をこの段のところをちょっと変えてみて「えー、Have you played the guitar? あちょっと変だな。」「Have you finished your homework yet?」you っていう感じで変えて「oh, Yes, I've already done it」「Yes, I've already done it」「もう終わったよ」とかで「まだやってないんだ」って気持ちになりながら「No, not yet」 No, not yet. っていうふうに言うといいかなっていう感じですね。じゃあ次に行きましょう。はい。で、今度同じ質問だけど、あれもうやった Have you, done that? ?Have you done that yet? 同じ質問なんだけど、えー、今ちょうどやったって感じですね。I've just done it。なのでこの、この場所ですよ、ここ。ちょうど終わったとこなんだっていう時は、just を使います。はい。just。 ここですね、はいじゃあ行ってみましょう今例えば宿題が終わったとこなんだみたいなところでイメージしながら行ってみましょう I've just done it I've just done it I've just done it I've just, just done it って感じですねはいじゃあ次に今度はこの下のやつですね、えー、今度は Have you ever have you ever ですこの 矢印上のどこかね生まれてからどこでもいいんですけど今まで過去から今に渡るにあたってそのどこかでやったことがありますかっていう時に聞くのがこれですだから経験ってよく言われるんですけど言ってみましょう Have you ever done that before?Have you ever done that before?Have you ever done that before?Have you, before? you ever done that before? って感じですね はいえー、で、一回もないよこの矢印状のどこかでゼロだよ。この矢印状のどこかでゼロだよっていうときは never っていうふうに言いますので、言ってみましょう。I've never done it.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  って感じですね。次に、えー、とこの矢印状のどこかで once, twice って書いてあるけど、まあ3回だったんです。こう3 times。ね、3回やったことあるよ、なんか知らんけどね、何かしらを3回やったことあるよっていう時には、こうやって言います。ね。I have done it three times.I have done it three times.I have done it three times.I have, times. have, times. have done it three times. そんな感じです。 はい。でこれも一かこうやって Have you ever done that before?Have you ever done that before?Have you ever done that before? って何回もこれで練習した後に実際に単語をこう done っていうのをいろいろ変えてみて Have you ever played the guitar yet?Have you ever played the guitar before? とか Have you ever watched the movie? Have you ever watched the ever you movie before? とか、そんな感じでいろいろと言ってみるといいと思います。Uh, I've never watched the movie or、oh, I've never watched the movie とか、はい。えー、I, have, I have watched the movie three times.I、uh, have watched, watched 隣のトトロ many times みたいな感じで、えー、いろいろと自分のこの言えそうなやつに変えて練習するといいと思います。教科書の部分を使ってもいいかなと思います。 じゃ次次行きましょうはは、えっと、こっちです、はい今度はねえっ、ー、と「ビーン」を使って「行、えー、ったことがある」って聞くときに使うまあ「行ったことありますよ」と言ったり「行ったことありますか?」って言ったりするときに使うこれです。これも授業の時にも説明したんですけど「えっ、ー、と何々した何々行ったことがある」って言いた時にどうしても「go の過去分子を使いたくなるんですがこれ ゴーにはその場を離れるっていう怖いイメージがありますのでここから離れてどこかへ行ってしまったという感覚になりますなので「He has gone to the United States」って言ったら彼はアメリカに行ってしまいましたでそのアメリカに行ってしまったっていう状態がずっと続いてますよっていうふうになりますね。どっっっかの時点でアアメメリリカカにに行っちゃってまだアメリカにいるよ いう状態になるもんで、He has gone to the United States 言ったら、まだゴンしてるよって感じになりますから、ゴンはダメなんですよ。はい。で、じゃあどうすればいいかっていうところで、彼がアメリカに行ったことがあるっていうことを言いたいんだったら、この Have been to を使います。なので、He has been to the United States.He has been to the United States. って言ったら、彼はアメリカにいたことがあるんだ。で、今、まあ、その辺にいたりとかする。ね、今、アメリカにはいないんです。で、これは B 同士の怖いイメージ。B 同士の怖いイメージの中には、存在するっていう意味があります。ね。存在する。Uh, I think therefore I am っていうね、えー、そういう言い方だね我。我を思うゆえに我ありみたいな。I think therefore I am. I am 我ありっていうね有名な言葉があるんですけど存在するっていう意味があるという感じですなので、えっと、アメリカに存在したことがあると He has been to the United States. 存在したことがあるってことはそこに行ったことがあるっていう意味になるもんで「えー、have been to」を使いますとでディズニーランドに行ったことがあるよ I have been to Disneyland」 I have been to Disneyland ってなります。で、皆さんは修学旅行でディズニーランドに行って帰ってきたところだから、例えばそこに I have just been to the United <laughs> I have just been to the Disneyland。I have just I I have just been to the Disneyland って言ってもいいのよね。って感じですね。はい。まあそんな感じです。<laughs> はい。で、ちなみにここでえっ、ー、と。 まあ、汎用性が高い言葉ということで「there」を使っています「there」そこでっていう意味ですねで「there」は副詞です副詞なのでこの場合は「to」を使ってないって感じですでこのこれも知っとかない感覚でよくうんと「I live there」とかいうきに「I live in there」っていうふうに言っちゃう人とか「I go there」っていう時に「I go to there」って言ってしまう人とかいるんですけど「there」とか「here」とかいうのはあ副詞なので to は要りません to っていうのは前置詞だもんであの不定詞はちょっと除いて前置詞っていうのはもともとは名詞の前につく言葉だよっていう意味ですなので副詞の前にはつきませんねなので、えっと、ディズニーランドに行ったことがあるだったら「I have been to Disneyland, I have been to Disneyland」ディズニーランドは名詞ですから言えますでもそこに行ったことがあるは「I have been there」 になりますよという感じです。まあその辺気をつけてくださいなって感じですね。はい。じゃあこれも行ってみましょう。そこ行ったことありますか ?Have you ever been there?Have you ever been there?Have you ever been there?Have you, there? you ever been there? って感じですね。じゃあ次行きましょう。行ったことありません。No,、uh, no じゃなくて。いや、ここ,こ,こだけ。I've never been there before. I've never been there before. I've never been there before. Hi. Have you ever been to Disneyland before? Have you ever been to Disneyland before? Have you ever been to Disneyland before? I've never been to Disneyland before. I've never been to Disneyland before. I've never been to Disneyland before. という感じです。はい。という感じです。じゃあ、2回行ったことあるよっていうときは、こんな感じ。I've been there twice.I've been there twice. はい。こんな感じになります。はい。じゃあ、次行きましょう。今度はね、How many times を使って、今までのこの矢印状の中に何回、なんかそれやったことあるのって聞く。それを言ってみましょう。How many times ですね。 行きましょう。How many times have you done it?How many times have you done it?How many times have you done it? って感じですね。はいえー、この時も、例えば、I've done, done it twice. とか、I've done it three times みたいな感じ、えー。なしだったら、Never を使います。I've never done it.I've never done it. I I've never done it. みたいな感じです。はい。次に、えー、っと、この、まあ、矢印の長さを聞くみたいな。この矢印の長さを聞くよみたいな感じですね。How long を使いましょう。How long? いってみましょう。はい。How long have you done that?How long have you done that? How long have you done that? はい。で、えっ、ー、と、ここ、for 10 years みたね。I've done it for 10 years.I've done it for 10 years.I've done it for 10 years.I've done, years. done it for 10 years. こんな感じになります。もしくは、えっ、ー、と、こうやって、どれくらい長くやってるのって聞いてるときには、この since っていうのも使います。はい。I've done it since last year. I've done it since last year.I've done it since last year. って感じです。で、この意外とこの for とか since の違いで間違える人がいるんですけど、そもそも for っていうのは、うんと怖いイメージとしては、まあ、こうやって人がいたとしたら、こうやって手を広げて、こうやって、まあ、こんくらいっていう。 こういうイメージの怖いイメージだと思ってください。もしくはこの前方に何かがあったりするっていう時にもよく使うんだけど、でこのね、怖いイメージはこの覆い方な感じなんですよ。うん。なので、範囲がある言葉だと思ってください。だから、for ten years っていう感じになります。例えば、えっ、ー、と、look と一緒に for を使ったりするんですけど、look for っていうね、I'm looking for you。I'm looking for you って言ったら、 あなたを探しているよって感じなんだけど、これ視界の中でこの範囲でいろんなところでいろんなところを見て探してるよ。だから look for を使うんですよ。って感じです。ね、一点だけ集中して探してたらおかしいから、一点だけ見るときには look at、look at って言うんだけど、こう範囲があるから探してるんだから範囲がないとおかしいもんで look for っていうふうに言います。 だから範囲がある言葉10年十年間っていう10 years にくっついてますよって感じになります逆に since は何かっていうと、まあ、こういうふうにあった時にここが last year だとすると last year っていう点からこういうふうになってる since last year なんで指でこれなぞってみてください Since last, year. since last year. 何回もこうやって、since last year。こうやって何回もやって覚えているといいと思います。手を広げて、for 10 years, for 2 years, for 3 days, みたいな感じ。で、since last year, since yesterday, since last month <laughs> <Okay. S 1> since last month. 範囲がちょっと変だけど、まあ、そんな感じだと思ってください。点からスタートして、今までっていう感じです。はい。よし、そんな感じでございます。ちょっともう一回練習してみましょう。はい How long have you done that before?I've done it for 10 years.I've done it since last year. こんな感じです。お以上続きましょう。はい。 今度はね、現在完了進行形っていうやつですね。現在完了進行形です。これは別に、その、現在完了形の継続っていうのが、まあよく言われてるんですけど、まあ、例えば、Live とかだったら、I v e lived in Japan for 10 years。これはね、進行形にあんまりしないんですね。ただ、あの、一時的に出張とかで3週間ぐらい、 東京にいますよって時は。I have been living I, i have been living、huh? have been lived, huh? もごめんなさいね。<laughs> I have been living in Tokyo for three weeks. I have been living in Tokyo for three weeks. みたいな感じになりますね。え三、ー、週間ぐらい、東京に住んでます。って感じ。でも、その場合は、こう一時的なので。えー、って感じの時に使います。 でまあ、この継続してるっていう様子をもう何ちゅうかな言いたいなっていう時に使う。なので例えばもう2時間ぐらいこの映画見てるんでまだ終わらないんだみたいな感じかな。とか I have been playing this video games for hours. このビデオゲームをもう10時間もやってるんだよって感じ。 10時間もやってるってのはすごい疲れたなみたいなそんなようなイメージだと思ってくださいはいえー、まあ普通に難しくなくって現在進行形だったら I'm doing this だけどこれを I've been doing this For 10 h o u e r s って感じになります。上の部分はただ Now のことしか言えないね。つながりがないわけですよ。一応まあ、ちょっとはあるけど、こうあったときに、まあ、この辺から継続してないと言えないわけだから、I'm doing, doing this. Now っていうのはまあこんなぐらいの感じだと思ってるまあ、ある程度範囲がないと言えませんけど <laughs> だけどこの10時間ずっと継続してるよっていう時にこの過去のある時点からこんな時に使うって感じですね。 show Repeat. How long have you been doing it? How long have you been doing it? How long have you been doing it? I've been doing this for ten hours. I've been doing this. Uh, I I've been doing this for ten hours. I've been doing this for ten hours. I've been doing this for ten hours. はい、ちょっとまああの一発撮りなので結構適当ですけどこれまたねちょっと練習してみてください、えー、最初は本当に「do」とか「dat」とか「it」とかを使って何回も練習するその際に必ずねこの時間軸上にねどれでいってるどういう感覚でいってるのかなってことをしっかり頭の中に入れて「s ン n はどういう この時間軸上の流れのことを言ってんのか、Once, Twice, Three Times 何を言ってんのかとか、Already はどこのポイントで言うべきなのかとか、Just はどこなのかとか、そういうことを考えながら、まずそこに焦点を当てて練習をしよう。で、その後に、ちょっと動詞変えてみたりとかして、実際にこう使ってみるというふうに言ってみるといいと思います。なんか本当に簡単な動詞でいいと思うので、 うん、I have played soccer。とかね、I have played this game. three times。とかね。ええー、本当に簡単な動詞で、まず最初は練習して。みてください。はい。それでは。これで。終わります。